元川崎フロンターレ選手シリーズということで、えー、今回、森谷健太郎ということでやっていきたいかと思います。まあ、森谷選手ですね、えー。懐かしいですね。2013年から2018年に所属していた選手でありますね。えー、特には、この選手は、なんかあの、遠い距離から、ねあのー、長距離の ね、シュートをまあ決め、数々の、ね、ゴールを決めてたイメージがありますね。結構スーパーゴールと言われるぐらいの。まあ、例えばそんな中でね、あのー、2017年かな、あのー、セレッソ大阪とやったホームの,ホームのホームで届きでね、セレッソとやった試合でド、ね、ライブシュートを決めたりしましたよね。で結構なんか数々、森谷選手がフロンターレンの時上げてきた得点。 ではやっぱ結構スーパーゴールが多いな、まあ,あとはドライブシュートみたいなね、えー、の決めてきたイメージが強いですかね。まあそういったねドライブシュートとか蹴れる蹴れ,蹴れたらいいとか、あとやっぱりあのセットプレーのキッカーも務めていたということで、えー、キックの高さ、キックの精度の高さっていうところにはね、えー、定評のある選手。でさらにね止止めて止めてて っていうね質の高さ、まあそういうところ、まあ、筑波大学出身ということで、その時の筑波大学の監督が風間弥弘だったと、ねえー、風間監督の下で、まあ、き磨き上げてきたということですかね、風間チルドレンの一人と言われておりました。まあ2018年、えー、川崎フロンターレ退団し、2019年、えー、ジュビロ・岩田。 2020年、えー、2021年、愛媛、A、FC でプレイ、ただし2021年オフ、愛媛、A、FC との契約が切れ、えー、現在、現時点、えー、移籍先が決まっていない状況で、えー、あるといったところなんですが、現在ね、えー、サハントスのキャンプ、練習に、 えー、参加しているということで、えー、話題になってますね、まあ。なんで話題になっているかというと、まあ、サガントスがね、YouTube で、ねえー、上がった動画、その YouTube のキャンプの練習の様子とかに、えー、森谷選手の姿がね、えー、映っていたというところで、えーまあ、サガントスの練習に参加しているということが、 わかったわけですね森谷選手といったね、えー、髪型が、あのー、ね、前髪が、前髪っていうか、ね、髪型結構特徴的なので、結構、ね、あ、森谷じゃねっていうね、えー、結構分かりやすいような髪型しているので、ね、えー、結構気づいた方多かったんじゃないのかなと思っておりますが、なんでサガントスの練習に参加してんのか。 まあ実はですね、えー、サガントス、今シーズンから、河井監督、河井さんという方がね、えー、監督をやることになるんですが、この河井監督っていうのが、えー、愛媛で監督やってたみたいですね、2018年から2020年。えー、で、まあ、河井チュードレンなんですが、まあ、2020年の時 川井ああ監督のもとで守屋健太郎がプレーしていたと、川、ね、井、えー、監督の教え子なんですよね。で、川井監督のやるサッカーにね、えー、理解のある選手ということで、川、え、井、ー、監督のサッカーを知る人がね、1人加入するということでね、よりサガントスにね、川井スタイルを浸透させていくっていう意味でね。 えー、非常に必要な、えー、タイプの選手だと。まあ、あのー、そうですね、今、まだ移籍先が決まっていないということで、さ、え、ら、ー、にサガン鳥栖もね、視力の流出がありましたんでね、えー、まあ、新加入選手が結構、新卒だったり、ね、若い選手が多いんですよね。あのーまあ、藤田直行や ベテラン1人福田とかね戻ってきたきたはきたけど結構若い選手が多いということで、えー、ベテランの選手のねあのー、J1 経験のある、はい、ベテラン選手がねやっぱりサファントス必要なわけなんですよねそういった若い選手たちをねまとめるまとめられるとか精神的支柱支柱のね、えー、タイプが必要なわけなんですが なあそこでね、えー、愛媛の時、河、え、合、ー、監督の教え子である森谷健太郎がね、加われば少しでもね、えー、可愛いスタイルを浸透させることができるかもしれない。ねえー、そこでね、たぶんそらく佐ントスの練習に参加して、ね、えー、まあ正式契約に至るのかはちょっとまだわからないですが、ね、あのー、でも、 割と河合監督のもとでやってたということなので、河合さんのサッカーを理解してるタイプの選手ということなので、結構頼もしいとは思うんですよね。ね、あのー、なんかサガントスで移籍先決まってくれたらいいなとは思ってるんですが、まあどうなるんでしょうかね。しかもトスは J1 だしね、J1 のクラブの方がね、やっぱ魅力ありますから。 ね、トスで決まってくれたらいいなと思っております、ね、森屋選手の動向どうなるんでしょうか、ね、その辺もちょっと注目していきたいかなと思っております、ね、サガントスにい、ね、移籍先が決まってまた j ワンでね、えー、森屋選手を見れるっていう楽しみもあるし、ねえー、トスとの対決森屋選手と対決す姿を、ね、見れるということで そ,こね、そういう点でもね、えー、楽しみではありますね。